カーナル・フォージは、スウェーデンのデスラッシュバンドである。バンド名は、カーカスのアルバム、ハートワークに収録された曲にちなんでいる。1997年に、メロディックデスメタルバンド、イン・ザ・イ・ドリームスのギタリスト、ヤリ・クーシストと、パワーメタルバンド、スティール・アタックのボーカリスト、ステファン・ベステルベリを中心に結成。その後、ヨハン・マグナソン、デニス・ベストマン、ヨナス・キエルグレンが加入し、活動を本格化する。でも、スウィアー・ブライドをリリースし、これをきっかけに、ウォーミュージックと契約し、ファーストアルバム、フーズ・ゴナ・ボムをリリースしデビューする。デビュー後、デニス・ベストマンがスティール・アタックでの活動に専念するために脱退し、ヤリ・クーシストの実弟、ペトリ・クーシストが加入。レーベルをセンチュリー・メディア・レコードに移して、2000年にセカンドアルバム、ファイア・デマンをリリース。リリース後、ヨハン・マグナソンが脱退。メンバー補充をせず、ペトリ・クーシストがギターを兼任して、2001年にサードアルバム、プリーズ・ダイをリリース。その後、サポートメンバーを経て、ラーシュ・リンデンが加入。ペトリ・クーシストは、ギター専任になった。2003年にフォースアルバム、The More You Sufferをリリース。同アルバムは、サウンドホリックから日本版がリリースされ、日本デビューを果たした。この時、サードアルバムも同時に、日本版がリリースされた。2004年にフィフスアルバム、Aren't You Dead Yet? をリリース。同年には、ライブ DVD、デストロイライブをリリース。ヨナス・キエルグレンが脱退したため、イエンス・モーテンセンが加入。キャンドルライトレコードに移籍して、6thアルバム、Testify for My Victims をリリース。その後、バンドの結成メンバーのヤリ・クーシスト、およびイエンス・モーテンセンが脱退する。そのため、ペーテル・ツシルド、ディノ・メダンホジックが加入。2010年になって、ステファン・ベステルベリが脱退したため、クリス・バーケンショーが加入した。この脱退で、ファーストアルバム作成時のメンバーは誰一人としていなくなった。2011年11月末に活動を休止した。2013年春に活動を再開。活動再開時にメンバーに変更が起こっており、活動休止前から引き続き参加しているのは、ペトリ・クーシストとラーシュ・リンデンの二人のみで、ヤリ・クーシストとイエンス・モーテンセンが復帰、ローレンス・ディナマルカが新加入した。2018年9月にイエンス・モーテンセンが脱退し、トミー・バールベルが加入した。2019年に復活作となる、セブンスアルバム、ガンズ・マウス・サルベーションをリリースした。2013年には、カーナル・フォージの、現メンバーのイエンス・モーテンセン、ヤリ・クーシスト、ラーシュ・リンデンと、元メンバーのステファン・ベステルベリの4人に、マグヌス・セーデルマンを加えた5人で、サイドプロジェクトのスラッシュメタルバンドリーチを結成。ファーストアルバム、サイアナイド・クリストをリリースしている。ありがとうございます。